やるとね、喜ぶ人いっぱいいるんですよ。コンサートのリハーサルの時に写真撮って、間もなくだよって言って出すと来る人はドキドキしながら来るし、そうか、終わった後、ありがとうとか出すと、みんな行った、よかったよとかって書き込めるんですよ。そうか、そうか。そう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 。やっぱりめんどくさいんですよね、それが。私あれですからね、インスタグラムっていうのがね、あれ見るにもなんか登録しなきゃいけないじゃないですか。まあまあまあそうです。そうでしょ。で、私見てみようと思って登録して、これで見れるかなと思ったら、あの私の中学時代の友達からインスタグラム始めたんだね、おめでとうって連絡来て、うわーって言って。俺が始めたこと、もういきなりバレてると思ってそっち行っちゃったの。わかんないけど、まあ、見る分にはいいんですよね、別に。慌てて、もう、事務所に電話して、なんか俺、インスタグラム見ようと思ったら、俺の中学時代の友達からなんか連絡来たんだけど、と、一度アカウント消してくださいって言って、あら、もう1分でやめました。